はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。もうすぐ12時ですね。2月の3日は金曜日でございまして、日経平均全場は116円高で終わりましたね。はい、ドル円は 128.556 でこの辺でうやうやしてますね。その他 あれがですね、またドル円は忙しいですね。 1228.71 という来てますね。はい、さて、本題はシンシアリーさんのブログでございまして、これは今日出た記事ですか。韓国2022年新生児が25万人未満、合計出生率は 0.77 人と予想。一部メディアは政府はすでに移民拡大に動いていると報道。移民拡大なんか するわけないよ、大谷さんが。ものすごい排他的なんですよ、大谷さんって。で、外国人に対する、どう言いますかね、差別的な、取り扱いっていうのはもうひどいもんでございまして。そんな国が移民なんか受けれるわけがない。あれですよ、世界の主要国でチャイナタウンがないのはね、あそこぐらいなんですよ。昔あったんですけどね、あれですよ、いじめ抜いてですね、取り潰したんですよ。そういうお国柄ですからね、移民なんか受けれるわけがないね。ちょっと言いましょうか。年初から韓国の多くのメディアが日本と中国の出生率や新生児数を記事にしています。大幅に減少して大変だというのです。それは確かに各国が問題視して関連政策に力を入れているところがありますが、って記者もね、なんか変なこと言ってますね。児童手当の、所得制限を撤廃とかって、なんかね、なんかあれですね、役人臭い、役人の小手先臭いことをやってますね、ほんまに。やはり違和感があります。同じ県でそれ以上に問題になっているのが他でもない韓国だからです。大手メディアも含めて日本と韓国は共に減少し、中国まで入れてアジア圏では減少と言いながら、お前らが一番ひどいやろ、ほんまに。というふうに報じたりしています。もちろん日本の国会でこの件が積極的に取り上げられていることで、それを見習うべきとする記事もあるにはありますが。ほんま見習うべきで言ってみたり、ノーノーとか言ってみたり、ほんま忙しいこっちゃで、ほんまに。前にもお伝えしたことがありますが、韓国では1月に生まれる子が特に多いとされています。理由は小学生は数ヶ月経っても体の発達に結構差があるため、小学校で良い成績が出せるよう1月に生まれるようにプロジェクトなんのだと立てるからですよ。わからんな。まあ、じゃあ1月に生まれ、向こうは、あれですね、楽器が、ですね、1月から始まるんやったかな。うん。11月と12月は新生児は特に少ない月となります。日本で言えば早生まれみたいな感じですね。先月29日のニューシースの記事ですが、2022年の新生児数は、まだ公式データが出ておらず、11月までの数字です。あのね、何でもかんでもね、貿易統計なんかね、もうその日に、出るような国がですね、なんか知らないけど出生数だけはですね、あのね、なかなか出さへんね。なんでやろうって、都合の悪い統計って出したくないみたいですね。うん、11月までの数字ですが、23万1863人です。2021年12月の新生児数が 17,100 人だったので、多分25万人を下回るのではないかとのことでして、という感じですね。関連政策で政府は今まで280兆ウォンを使ってきたとされています。記事によっては300兆とも。そういえば1、2ヶ月くらい前だったかな、海外のいくつかのメディアも280兆ウォンを使ってこれですかという旨の記事を出したりしました。その件で朝鮮日報の総合編成チャンネル、過去ケーブルテレビ局だけど地上波と同じく多様な番組編成が可能なチャンネル、テレビ朝鮮はすでに政府は移民の受け入れを強化する動きを見せている、さまざまな関連対策に効果がなかったためだと報じています。で、まあ、あれを、その、朝鮮、テレビ朝鮮の記事がこう出ていますね。
25万人というのもしかしね、0.7 台になるだろうと、まあね 0.7 人、統計庁が予想した昨年の合計出産率は 0.77 人だ。これ出生率の間違いでしょ。出産率って書いてありますけどね。まあいや別に、まあ、そんな別に死を抹殺でございます。まあ、もうちょっと、まあそんなもんかな。あと、新社員さんのブログの最後の方を言いますね。移民政策関連では正しいか同じ話がリ・ミョンパク政権の時に、結構出ていました。でもあの時はまだ出生率関連で今ほど話題でもなかったし、これといった効果はありませんでした。さて、そのナ・ギョン・ウォン氏、すでに辞任済みですが、今回はどう動くのでしょうか。何か政策を作ったとしても次の政権では全くひっくり返されるのではと。まあそうなんですよね。政権が変わると。ナ・ギョン・ウォン氏っていうのは何やろ、低出産高齢社会委員会副委員長そんな今の前はその役職あるんですね。まあ日本でも役職長い人いますけど、これいつも申し上げている通りですね、お隣さんいろんなね国内問題があるんですけど、これはね、まあ最優先で取り組むべき問題だと思うんですね。だからこれはですね、そのやはり日本の、ね、記者みたいにね、いや子ども手当増やすんやって言うたら、そういうね小手先ではね、根本的な解決は見られないんですよ。これをですね改善するためには何よりも女性の地位向上ですね。でフランスやスウェーデンがやったようにですね、婚外子というものに対して、なんていうかそれを普通に認めると、結婚という制度をですねちょっと外すようなこと、まあ、日本もそのうちねそれをやるべきだと思うんですけど、いわゆる男女が結婚してそこからですね子供を作るという一般的な形でない形でですねの出産と育児を認めるようにしてですね、そういったいわゆる日本で言えばシングルマザーみたいな家庭がですね、どう言いますかね、普通にそうですね、ハンディを持たずに子供を育てられるようにナース持っていくというようにすれば多分増えると思います。フランスやスウェーデンはそれをやってるわけですね。これはですね韓国だけの問題ではなくて、日本もね相場そういう制度にすべきなんですよ。ね、やっぱりね、やっぱ経済的問題ですね。だからシングルマザーにはですね、シングルマザー手当みたいなのを作ればいいわけです。変な話、もう子供はね社会は育てるんだという考えになればいいんですけど、まあ、日本はそのうちそれになると思います、はっきり言うて。まあ、岸ちゃんピンと出てますけど、まあ、岸ちゃんではない人がですね総理になったりすると、そういう例えば女性が総理になったりするとそういう政策を打ち出していくんちゃうんでしょうかね。で現にねやりやすいのはフランスやスウェーデンで成功してるという、ね、成功例があるからね取り組みやすいんですよ。ところがお隣さんっていうのはいまだにその儒教のどう言いますかね、束縛が強いところで、女は家庭に入ってですね義理のお母さんお父さんに使えるというようなことが当たり前とされているようなですね、ことがあります。日本もねそういうところありますけど、だんだんね核家族化進んできたでしょ。なんで、そこから脱却しつつあるんちゃうかなと思うんですけどね。でもお隣さんはねそんなものすごいねその儒教の束縛っていうものがから逃れるのは大変だと思います。あと3世代ぐらいかかるんちゃうかと思いますね。そうするとお隣さんという国はどんどんですねこう衰退していく、人が少なくなるということですからね、なんか衰退していくでしょうね。この今の構造から見てるとですねお隣さんも中国もですね今後衰退しかないんちゃうかと私は思ってしまいますけどね。どんどん若い人が少なくなってんで、お隣さんなんかね少なくなった上に働かないんですよ。失業率が高いんですね。なんで働かないかっていうと職を選んでるからなんですよ、僕の感覚から言えば。とりあえずいいところにお勤めをしたいと、あるいは公務員になりたいというところで働いてないわけですね。だからですねどんどん経済が弱っていくんちゃうかなと、そういう構造が強くなって、
で相変わらず気違いみたいな受験教科やってるでしょもうね意味ないんですよねあれほとんどね100人いたら98人ぐらい負けるわけですから1人か2人しか勝てないわけですからああいう受験競争というのは、そこにエネルギーを費やしてもしゃあないのになと思いますね。で同じような構造なんですよ中国も中国の都市部ね都市部同じような構造なんですよだから価値観がね同じやからそうなるんでしょうねで中国はおまけにそれでですねついこの間までですね8、9年前まで一人っ子政策やってたんですよでなおさらその一人っ子はですね習慣化してしまってるんですね、都市部ではねだからもう衰退間違いなしということでございますねこのですねシンシアリーさんのアドレスを貼っておきますんで私半分ぐらい読みましたかね、確認された方は行ってみてくださいはい皆さんどうもありがとうございます。